皆さんこんにちは。今回はボレーボレーの練習の様子を皆さんにお届けしたいと思います。そして今回のゲストは佐藤美佐のコーチ、両手バックボレーの打ち方を教えてもらった、そこでお世話になったコーチですね。よろしくお願いします。そしてボレーボレーの練習といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。我々がやっているボレーボレーの練習はただラリーをつなげるだけではなく、このようにポジションを前に移してどんどん相手に圧をかけていく、そして最後は決め切る、そして、攻め込まれた場合はどちらかというと守り切る、どちらかというと勝負ですね。ラリーをつなげるのではなく勝負をお互いしている、そのような意識でやっていくボレーボレーの練習です。皆さんもダブルスでかなりこういう場面に遭遇すると思いますけれども、基本的には最初はお互い足元に沈め合って、チャンスボールを与えないようにする。で、浮かせてしまうとチャンスボールになってしまって相手が前に行って高い位置でボレーをする、どんどん攻め込まれてしまうので、なるべくその状況を作らないようにするためにしっかりと沈める、そういったことが大切になります。また自分としては沈めて相手が浮かせてくれれば自分のチャンスボールになりますので、そういった状況を作り出すためにしっかり、沈めるということが大事になります。ではここからは、一つ一つのプレーを、実況解説していきたいと思います。さあここからいきます。ローボレー、お互いローボレー、ちょっと浮きました。私は前詰めます。でネットですね。ちょっとプレッシャー効いたんでしょうか。ローボレー、ローボレー、ハーフボレー、浮いた。ミサノコーチ、これはナイスボレー。浮いたのを一瞬ね、見逃さないで前詰めましたね。これも前詰めてます。どんどん圧をかけていきます。私も思わずミス。さあローボレー、ローボレー、これはローボレー、浮かないですが、最後ちょっとコース疲れてロブで逃げます。そしてドロップボレーをミス。本当にもったいないです。こういうミスをよくやってしまいますが、これネットインを返したんですがアウト。ローボレー、お、ボディー、ボディバックでよく取りましたね。ロブ入ります。これをセンターに、さっきドロップでねミスしたんですが、相手のミサルコーチはドロップを読んでましたか、逆をつきました。簡単なミスをねこうなくしていきたいですね。ローボレー、ローボレー、浮いた。その後角度、しかし読んでセンター、うまいですね。角度からのセンターというのはとてもいい配球だと思います。ローボレー、ローボレー、これはネット。また単純なね、こういう単純なミスをなくしていきたいです。ローボレー、うーん、うまい、うまいというか私が単純にミスしただけですね。浮いた、浮いたらすかさず打ち込んでガッツポーズ。しかし私は基本的には負けず嫌い、やられたらやり返す。しっかり守りきりましたね。こういう守りきるという冷静さも持ち合わせております。こういうのも大事な練習ですね。これロブ返ってきたのをアングルで叩きます。こういったことも大事。さっき1ポイントやられただけでこんなに倍返しするなんてちょっとひどいですね。さあボディ、ボディ、これはうまく返して股抜きは失敗。余計なことをしましたね。さあローボレー、ローボレー、取った、ハイボレー、守りきって、その後まだまだつながる、アングル逃げましたね。なんとかこれは守りきりました。ミサノコーチ攻めたんですが攻めきれず、ローボレー詰めた、うん、ハーフボレーで、ミサノコーチがハーフボレー取った瞬間に私は前詰めましたね。お、これはネットイン、ネットインでガッツポーズはちょっとマナー違反な気がしますが、一応許してあげました。ハーフ、お、ハイボレー、ロブで逃げるがやられます。これはナイス、前によく詰めました。ネットイン、ネットイン取ったんですがまたボディ狙ってきましたね。結構ミサノコーチね凶暴なんですよね。お、ローボレー、ローボレーのネットミスというのが増えてくると、まあ、リズムがつかみづらいですからね。お、これはアウトでしたね。よく見られました、まあ、しかし相手にとってはプレッシャーがかかったようです。ローボレー、お、ネットイン、ネットインが多いですね。ロブ取った、お互い取った。これは浮いてますが、ちょっとスライスのロブというのは滞空時間が長いので相手のミスを誘いやすいです。ローボレー、これ浮いた、浮いた、浮いてサイドが空いてますからね、これは完全にやられました。今度はアドサイドになります。ロブ入りました。大人げないガッツポーズ。
顔漏れで強引に詰めましたね。これは強引に詰めてプレッシャーをかけて相手からチャンスをもらいました。ロブ、これはスマッシュ、ロブが浅かったです。結構私身長大きいですから前詰めるだけでプレッシャーになるようです。ミサノコーチ今のチャンスボールでちょっとミスしましたが、まあ、私にとってはちょっとプレッシャーかかります。よく取りました。いやーよく取ったな、私よく取りましたね。まあ、よく取るっていうことも相手にとってはプレッシャーになります。とりあえず当てるだけでも十分です。これもよく取りましたね。ミサノコーチかなり悔しそうです。さあ強引に前詰めて、これは入ったのかな、あ綱渡りのようなネットインでしたという感じですね。ローボレー、ちょっと難しいことをしました。まずはローボレーでねちゃんとラリーをすることが大事です。そしてアングル返し、これはミサノコーチラケット落として悔しそう。私も変なガッツポーズ。さあローボレー沈める、ちょっと浮いてますが浮いてしまいましたね。浮いてセンターにやられるっていうパターンが結構多いですね。これもしかし取ってアングル返し、手足が長いのをいいことにアングル返しですと思ったらネットイン、ネットインでガッツポーズ、マナーが悪いですね。さあここから負けず嫌いを発揮するか、あちょっと焦りましたね。私としてもちょっと浮かせてしまったのがあまり良くないですが、さあローブなんとか取って攻めてくる足元、これ完璧なパターンです。ミサノコーチセンターからサイドというのもパターン化してますね。まあ、ですがしかしちょっと簡単なミスが多いような気がしますが、当てに来てます、当てに来てます。しかしあー、いや当てに行くっていう凶暴さとても大事です。ローボレー、これはローボレー、角度つけてセンターから角度、センターからのサイド、これは完璧なパターンです。ローボレー一気に詰めます。いきなり攻撃的になりましたね、ミサノコーチ。ローボレーちょっと強引に詰めすぎてネットミス、まあ、たまには強引さも必要です。ローボレーから浮いてうまくしゃがんで、おー、まあ、浮いた時のボディのボールは結構しゃがむのが正解だと思います。ミサノコーチ体の身のこなしがうまいですね。これもしっかり前に詰めて決め切りました。これアングル、これはアングル、しょうがない、サイド空いてましたからね。どんどん前詰めますね、ミサノコーチ。なんか後半どんどん燃えてくるタイプなんでしょうか。これも前に行く、これも前に行く、これも前に行く。しかしロブで、まあ、前に行きすぎるとこうやってロブで抜かれてしまう可能性もあります。どんどん前行きますね、本当にどんどん前行きますね。はい、じゃあ練習しましたがありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ボレーをクロスでやったんですけど、まあ、単純にボレーつなぎだけではなくて、やっぱりポジションをちゃんと移して、で自分が打ったボールが相手の足元に沈んでたらやっぱり次浮いてくる可能性高い、そしたらがっつり詰めちゃうっていうところ、はい、まあ、その勇気を持つっていうのも大事ですし、まあ、前詰めちゃうとロブがっていうのはあるんですけど、まあ、体勢悪ければ意外とロブ来ない可能性もありますよね。そうですね、打ちたくても打てないっていうのが結構あったかなという感じですが、うんうん、はい、どうでしたか。そうですね、なんかやっててこうその浮いたら前詰めるし、打たれるときはちょっとこうやって守備に入ると思うんですけど、 そうね、そこがこの速いテンポでやったときって意外と頭で分かっててもやっぱ実際体がついていかないと反応できないし、うん、チャンスと分かってても足が出ないっていうのがどうしてもあると思うんで、それってやっぱこの練習ですごい鍛えられるなと思いました。結構時間がないですから、時間が短い中でその予測、はい、判断っていうのをどんどんしていかないと、もう取り残されちゃうんで、はい、まあ、こういう練習するのはすごくいいかなと、うんうん、まあ、ボレーに単純にそのボレー練習するだけじゃなくて、まあ、ポジションとか自分の打ったボールに対してどうするかっていうのを、まあ、常にこう、まあ、結構思い切って変えると、まあ、いい結果が待ってるかなと思います、はい、まあ、結構前詰めたらもう決められますもんね、はい、バシバシ決めるのもアングルもいけるし、詰めれればっていう感じでしたね。 そこに行くようにちょっと、うん、はい、頑張っていくっていう、まあ、そういう練習の紹介でした。そうですね、すごいいい練習だと思います。結構疲れます。短時間でね結構疲れるんで、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。